いやもうね、なんかおじいちゃんが死んじゃったストレスかわかんないけどさ、飯めっちゃ食べちゃう。ディズニー行った時もすごい食ったしさ、さっきもピザもいっぱい食べちゃってすごい気持ち悪い。なんか飯の制御ができなくなってきた。でもそういうのあるよね、ストレスからのドカ食いって。あ、すっごいかかと痛い。びっくりするぐらいかかと痛いんですけど。どういうこと？チンチン、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 チン。ってなわけでね、かかとがね、ピシーンって痛みがする。大空駆け抜け、ペンペン。お尻ペンペンする。お尻をペンペペンペンペン。ペンペンお尻ペンペンペンお尻ペン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 ペ
ペン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 。うん、ごまんで。あきらめな、インサー。生まれてきたことに必ず意味がある。でも、ハンターハンターもさ、別に、いいんだけどさ、面白く。なんか、有吉さんも、まあ別にこのペースでいいですけどね、みたいなこと言って。すごすぎじゃね？いやー、でもやっぱ、ワンピースが毎週見れたら、本当俺、それだけで夢の、少年ジャンプに近づくと思うな。だからもうさ、もう、小田先生じゃない。漫画家はもうね、いい漫画家はもうね、首から下ロボにしなきゃダメ。うん。いや、首と腕。首から下と、両腕と首から、両腕と首から上以外、腕以外、全部もうロボにしなきゃダメよ。腰痛とか。うん。ロボっていうかもうサイボーグにならなきゃダメだと思う。俺はもうそうしてほしい。そしたら富樫先生のさ、面白いのは、俺富樫先生のも毎週見れたら嬉しいんだけどさ、あれを2年に10回でしょ？だから70日に1回みたいな。きついよね。もったいないな、面白いな。でももうしょうがないしね、体調悪いし、あのおじちゃん体調悪いのにね、暗黒大陸始めちゃったし、ね、で暗黒大陸始めるのは別にいいんだけど、暗黒大陸始まんないんだよ。それが俺一番ダメだと思うわ。意味わかんないもん。なんかね、でも結局さ、やっぱさ、好きなことをやらすとダメだね、漫画家ね。ほとんど、基本的には。好きなこと書くとああなるから、富樫も。岸先生、岸田先生だっけ？岸影？岸八とは今呼ばれてる。まあ、元ナルトの作者ですよ。まあ、別に現ナルトの作者だけど、別に。作者が変わったわけじゃないけど、あの人だってま好き勝手やってるわけじゃん。それであれだからね。やっぱ期待しちゃうよ。期待してあれだもんな。別に。でもなんか夜桜なんたらはなんかね、すげえ新しい、ようやくなんかライバルが出てきたけどね。でもどうせ夜桜なんとかもな、打ち切られるんだろうなあいつらに。なんだかんだ言ってね、肉壁とか言って、どうせジップマンもさ、なんだ、御霊セキュリティも、サムライエイトにな。別に主人公は全然好きじゃないんだけどさ、でもな、ジップマンあんま面白くないな。うん、やめとくわ。アグラビティなんとかの方がね。いやでも俺悲しいよ。
確かに俺はジャンプの中で一番嫌いな主人公はあいつかもしれない。ジャンプの中で一番嫌いなやつはもう俺はやっぱ倫理観がずれてんだろうねってアニマンチャンネルで言ったけど、怖いね。ちょっとそれはそれで、別にそのピュアな主人公を描こうとして人の金めちゃくちゃ使うわけでしょ。で姫っていう存在がいて、でなんかなんだろうなうわーってガキンチョの声が入った姫っていう存在が料理を頑張って作ってくれてるけど、めカツオとうどん食べちゃうべしみたいな、すごいな。ルフィの最初のおかしいところってあるかな。ウィスキーピークでしょ。 でも別に、でもウィスキーピークもあれ勘違いしてるだけだもんな。ホールケーキアイランドでめちゃくちゃ下手な料理作るくらいだよな。でなんかすごい猛毒のオコゼみたいなの皮バクバク食べちゃうと。あそこちょっとルフィの沼ムーブ多いよな、ホールケーキアイランドね。えやっぱお腹減ってるとおかしくなっちゃうんだよな、ルフィも。元がおかしいけど。でもルフィも挑発に乗っちゃうしね、ビッグマム。でもそれは嫌いでしょ、だって。挑発に乗る。だって嫌なやつでさ、嫌いなやつに挑発されて、だってさ、嫌じゃん。だってビッグマムなんか、魚人島は縄張りにするって言ってるけど、めちゃくちゃお菓子要求するわ。お菓子ね、取らないだけで、お菓子あげないだけで島を滅ぼすと言い出すわ。自分の仲間を奪うわね。まあほぼ奪ってるに近いし、ね、あんまり好きじゃないんだろうね、ビッグマム。見せちゃいけないものが映ってただけじゃない、別に漫画がなんか映すの嫌だなって思って、ああ腹いっぱい。でもワンピース面白すぎ問題はあるよ な。売れるってどうやったら売れるのかな。でも後付けにしてなくても後付け感って出ちゃうらしいからね。でもそれって文句言ってるだけだよな。ワンピース最高だわ。これでハンターハンターが連載してくれたらな、本当に最高の雑誌になるのに。でもな、そんな最高の作品たちもね、もうすぐ終わっちゃうんですよ。ドクターストーンも終わるだろうし、鬼滅の刃も僕弁も終わる。これはちょっとね、参ったね。参りますね、参ったな。マイトニー・ヒューストン、まあね、お腹いっぱいなんでね、ちょっとやっぱキレがないよね腹いっぱいのせいにする、よくないよ。お、びっくりした。チンコかゆいな。私は撃たれなかったよ、まあ、チェーンソーマンでも見るか。チェンソーマン、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 チェンソーマン。
漫画って面白いけど合併号ってクソだな。いやー、毎日漫画読みたいって思ったけどきついわ。ちょっとさすがに今日みたいなワンピースの話が毎日来たらきついなー。あーでも毎日読みたいかもな。毎日キングダムとかカグコクとかさ、七つの大罪だの見たいけどサイクルがな、それすぐ物が終わっちゃうけど、ワンピースでも下手したら4年で終わるぞ毎日見れたら。いやー合併号でだとさ、もう丸々ほぼ1ヶ月よ、28日分もし全く合併号以外の救済をしなくてもよ。どうせさ次の合併号を開けてワンピースやったらどうせ救済するし、それとも結構いいとこまでは救済しないのかな。まあでもなんかさ、みんな言ってるけどさ、なんでじゃあ白吉が、あ白吉ちゃんじゃない、白吉ちゃんだけど、あの白ひげが助けに行かなかったんだよっていう人いるけどさ、鎖国国家だぞワノ国なあ、分かってんのか。ああ、だからカイドウもちゃんと白ひげとはあんま戦えなかったんじゃない、分かんないけど、白ひげとあんまり外の情報は出さなかったのかもね。やっぱカイドウだって一応海賊って書くなよ、外の情報、外に興味が触れるようなもんはつけんなって言ってたから、結構気をつけてんだろうね、やっぱ外の奴らのヤバさじゃないけど、まあそれは中の話だけど、結構そういうの気をつけてんのかもね。でまあ白ひげが死んだからもうシャンクスくらいにね行ったのかもしれない、シャンクスに焚きつけたのかな。シャンクス軍が下手したら準備してくるかもしれない、ワノ国に。いやー、悲惨な過去なんだろうね、ちゃんと。でも、カイドウが見れる、若い頃のカイドウが見れるならちょっといいな。どんな感じなんだろう。20年前だからな。ロジャー死刑執行から4年後。で、20年後っていうのは何なんだろうな、マジで。タイムカプセル的な ?D の王国みたいな。なんか島ごとワープしてくんのかな、島ごと予定地ラフテルみたいな、ブンって時々の身の力っていうか、チュンチュンチュン、まあでも新世界の来た順番があれが夢叶う順番なんじゃないかっていうの鋭いよね。でもゾロが一番っていうのが結構大切だよね、ミホークとの勝負。いつぐらいにミホークと勝負するんだろうな。でもあの斬撃ってさ、下手したらあれ覇気をぶっ放してるってことなの、竜王を放ってるってことなの。結構ミホーク戦ってる時本気出してんだね、あれ出してんのかなあれ。でもなんかさ、ミホークが、まあ、本気っちゃそりゃ本気なんだろうけど、マジで殺しには行ってないんじゃないかなって俺は思うんですよ。やっぱり、ミホークくらいのやつが。うん。ミホークだったら俺はね、ルフィをちょちょいってね、できちゃうと思うんですよ。だから、慎みはせんぞ、この力って言ってるから。別に、いくら、
赤髪が推してる推し面だとはいえ手は抜かないよ。でも別に本気でもやらないけどっていう。でもまあそこそこの 5,60% くらいは俺は出してると思う。下手したら 70% くらいの力で 50%、まあ、60% くらいの力でルフィに応戦してるのはあるし、でも結構そこそこ殺す気満々だよね。ちょあれ避けてるルフィ結構すごいな。うん、でもすごいよね。剣士がさ射程範囲だみたいな。ね。剣士が射程範囲で、なんて言ってたんだっけな。ちょっと見返すわ。こじいた。一応、シリーズ。射程範囲だ。射程どこにさ。射程範囲だよ。これでいいのだ。これでいいのだ。てれれれれれ、どんどんでれるるるるるるるん。てぬったんてんてった。てれれれん。ジンベイとミホークって戦ってないよね。射程範囲だ。やば。竜王を放出してるってことか、これは。それでもすごくないか。飛ぶ斬撃プラス竜王ってことか。すごい。すごすぎでしゅ。ミホークすごいな。まあでもミホークの実力4個級だもんな。まあ、本当にミホークが7人いたら、そりゃ強いよ。でも、結構みんな肩書き、実力は結構しっかりしてるけどな。なんだかんだ言ってドフラミンゴだってすげえ強いじゃん。なんかむちゃくちゃチート能力みたいなやつ1人。に、まあ、肉弾戦闘みたいなやつ。まあ、でも、ドフラもね、部下はさ、ラオジーは結構強い。でも、チンジャオどれくらいなんだろうな。あれ、そんな強くないだろ、チンジャオ。覇王色が使える中将よりちょい強。クラスかな。まあ中将よりは強いだろう、さすがに。七部会クラス月光モリアちょい上かちょい下だろうな。でも覇気を使えてるって点を考えてもな。でもな、まあ月光モリアクラスだろうな。多分月光モリアは俺七部会の中でだいぶ下だと思ってる。今の強さで言うと、そのマジの強さだけ、あの誰かが言った強さだけで言ったら一番強いのがウィーブルじゃん。でも、まあ、なんか、ミホークがウィーブルに負ける未来っていうのないから、本当はほぼ同格。もしくはミホークの方が強いみたいなところありそうだけど、でも、キザルが言うには若い頃の白ひげを見ているようだね、みたいなこと言ってるってことは、まあ、ウィーブルが一番強くて、その次にミホーク。で、その次は誰だろうな。やっぱり、ドフラミンゴか、ハンコックになる。でも覇気だけのレベル、体術っていうか、まあ武術、その近接戦闘名に関してやっぱ圧倒的にハンコックなんじゃないかなと。まあハンコックの覇気っていう、そのなんかクジャの覇気って言ってるくらいなので、結構やっぱ洗練された覇気なのかなとは思います。でも部下がさ弾く覇気使えてるので、まあそのワンピーススタンピードの件は置いといて、それじゃなくても、まあ、戦国にあの女は強いぞと言わしめるほどのやつなので、まあ結構強いですよね。でもハンコックは負けるっていうか、まあ、SSG の数の暴力に負けるみたいな。
SSG ってなんだろうな。ワンピースおもろいな。合併号だってさ。ピンプーポパピピパイペポポパパーブルン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 ビッペビーボブボブボブバーバビベバイバベバイボバービビビビビビババーバイバベバイボババラバイバラベッペッポビボリローラリラババババイバブボバッペバビバビベッペペンボボーバイベビバッパ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 ッビューベイボービーベビバッパーバビビボブーバビビベバッパーペンボボーバイベビバッパブービービーボーブービービーボーブービービーボーバーバーブーブルルルービ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 
リリ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 リはぁ、腰で立つわ。タッチングタッチ。ワンピース面白いねっていう話。チェーンソーマンも今週面白いし、呪術廻戦も面白いな。あードクターストーンもな、見たいのに。何週休みだ、ドクターストーン。今回救済はでかいぞ。下手したら、3週間休みだよ。3週間休暇。まあやっぱその2週間、2本同時連載っていうのは、やっぱちゃんと体が壊れるんだね。うん。本当にちゃんと人間を絶対に壊すことができるんだね。日本同時連載ってな。まあ、一本連載をしただけで富樫先生のようにね、嘘つくわけないじゃん。本当にでも腰はやばいと思うし、あの人も。もしかしたら、本当は、ほぼほぼ腰が痛くないように作業してようやくできてるのかもしれない。10本が。あれは。10本の話作るのに2年かかるのかもしれない、あの人。なんかもう病院に部屋作った方がいいよね。そこまでする気はないんだろうね。多分。そこまでできないと思うし、なんか、そこまではやっぱしたくないんだろうね、ハンターハンターに。作りたいけど、でも、ハンターハンターどうせ最後までワンピース、結構かかりそうです、とか言ってて。舐めてとかってちょっと、それはおかしいけどさ。ムカつくな、あのじじい。面白いもん書いといて、やだよーんって言うと、バカボンドみたいな。バカボンドも多分面白いんでしょ？あのじじいな。スラムダンクじじいが。やっぱ、年齢的にも限界はちゃんと50なんだろうね。いやー、小田先生も確かにね、5年で辞めさせるっていうのは結構いい判断かもね。マジで。自分の寿命みたいなもので。でも、ワンピース終わった瞬間に、なんか死にそうだな、小田先生。でもサムライエイトどうかしてほしいな。やっぱり小田先生って多分ね、もうポタラだよ。とんでもない編集者。本当は小田先生って双子なのかもしれない。漫画家の才能がめちゃくちゃある兄と、編集者としての才能がめちゃくちゃある弟っていうか、まあ双子がいて、それがまあポタラで合体したんじゃないかな。それで漫画家のパワーも編集者のパワーもポタラで超強化されて、そのどっちも持ってるみたいな。多分そうだよね。面白い漫画が描けるっていうのは、やっぱ技術を知ってるっていうのとセンスもあるだろうし、
自分の才能の磨き方ってのも分かるだろうし、そもそもあの人は価値観をアップデートしていってるらしいのよ。